今日はチーズ目玉焼きハンバーグ作ります。もう目玉焼きはもう1個作って、ハンバーグも今3個作りました。火が通ったんでチーズを乗せて余熱で溶かします。できました。よいしょ。そしたら次はソースを作ります。今日もソースはデミグラスソースと、ケチャップが少ないんですよね。そしたら、料理酒を噛んじゃった。ちょびっとと、あとみりんですね。さあ一発でできるか。前回はね、一発でソースができたので、特製のデミグラスソースが。ソースが少ねえな。ねえ、手間暇かかるけどこれやった方が美味しいですからね。気持ちケチャップが足らなかったんでケチャップ追加しました。よいしょ。そしてきた。よいしょ。チーズ目玉焼きハンバーグの出来上がりです。ちょっと目玉焼きが汚くなっちゃいました。ではいただきます。